始まるよ。準備はいいかな？はい、それでは34ページのポイントチェックについて見てみることに解説をいたします。これはですね、履行不能ですか？履行不能で損害賠償請求権が発生するための要件、これをちゃんと満たしているかどうかを、2つあるわけですね。1つ目が、不能だってこと。これは原始的不能、つまり契約締結時で不能であったとか、契約締結後に不能になったとかっていうことは関係ないわけですね。それともう一つは、債務者にその不能になったことについての帰責事由があると。で、この2つの要件を満たせば、415条の1項本部に基づいて損害賠償請求ができるということになるんです。なので、この1、2の要件に当てはまるかどうか、両方当てはまらないとダメなんですね。見てみましょうね。はい、ということで1番です。中古自動車の売買契約締結し、買い主に引き渡すまでの間に売り主 Y が買い主に引き渡すのが惜しくなり、密かにこれを解体してしまったという場合で、まずこれ不能かどうかと。で、契約締結した後に不能になっているので、これ後発的不能ってやつですね。で、じゃあこれ不能、解体しちゃったことはについて、債務者にが責めに帰すべき事由があるかって、これ自分で解体しちゃってるわけですから、車を相手方に所有権移転すると言っておきながら、できないようにしたのは自分ですから、これまさに帰責事由もありと、 1,2 両方ありというように評価されるかと思います。なのでこれ損害賠償請求できることになりそうですね。はい、それから2番です。不動産の建物の売買契約締結者が、売り主 Y の知らない間に、売買契約締結時に第三者がその建物を放火していたという場合で、これ知らない、売買契約の当時は知らないんですね。知らないんですが、契約締結時点ではすでに、これ燃えていたわけですね。なのでこれ、原始的不能、丸一の方は原始的不能だということになります。で、そのことについて、これ債務者売り主 Y は帰責事由があるかというと、放火しちゃったのは第三者ですから、 Y は帰責事由なしと評価できるわけです。したがって、原始的不能なんだけれども、債務者の帰責事由がないから、したがって、これ損害賠償請求権発生しないということになるんですけどね。まあそこまで聞いてないんです。はい、3番です。壁にペンキ塗りを依頼したり、その仕事を請け負った場合が、仕事の前日に発生した地震により壁が倒壊してしまい、ペンキを塗ることができなくなったという場合ですね。この場合、契約したんですね。契約したけども、仕事の前日、だから後発的不能ですか。壁が壊れちゃったので、ペンキ塗るにも塗れないですね。後発的不能で、じゃあこのペンキ塗ろうと思っても塗れなくなった、つまり壁が倒れちゃってペンキ塗るにも、仕事完成するにも完成できなくなったということについて、債務者に帰責事由があるかないかって、これ別にないですよね。自分が壁蹴っ飛ばして倒したわけじゃないですからね。したがって後発的不能だけども帰責事由がないというふうに評価できるかと思います。それが4番です。バナナ10本の売買契約締結し、買い主のもとに配達していた持参債務だと。そういうところ、売り主である運転手 Y の不注意に交通事故によるバナナが全部押し潰されてしまった。もう潰、押しバナナになってしまったというんですね。もっとも倉庫に戻ればまだバナナあるという場合ですね。で、これ特定してるかどうかということですね。で、持参債務の特定の要件ってどんなんでしたか？覚えてますか？持参債務の特定の要件です。はい、持参債務特定の要件、15ページの20行目ですね。持参債務の場合には、債務者が債権者の住所で債務の本旨に従った現実を提供したときに、種類債権の特定が起こるというわけですから、これまで運んでる途中ですから、これ、この時点では種類債務、特定起こってないわけですね。特定起こる前は、これは、そうです、再調達義務を負うわけですね。だからこれ、丸一の履行の不能が起こっていないわけです。不能じゃないんですね、これ。ということで、で、帰責事由はあるんだけども、不能になっていないわけです。まあ、帰責事由あるというか、このバナナ特定していない以上、この場合、帰責事由ありという評価もできないんですけどね、本当はね。うん、不注意により交通事故にあってバナナを押し潰されたということについて、帰責事由あるんですよ。でも、債務の目的ですね、そちらが履行できなくなったことを、これについては帰責事由ですから、今この押し潰されたバナナは特定されていない以上、種類債務の特定が起こっていない以上、直接はこれ帰責事由の問題にはならないんですけれども、まあそこはいいです。そこはいいで、もう見逃します。なので厳密には丸一の、不能の問題にもな、不能は起こらないし、帰責事由もなしというように評価できるわけです。だから丸一の不能がない限り、
奇跡銃の問題って起こらないんでしょうね、うん、その不能が債務者の奇跡銃に基づいたものじゃないといけないからです。そういうことです。それから5番です。高倉庫に存在するビールのうち10本の売買契約締結して、買い主元配達していた。これも持参債務だと。地震の影響でビール瓶全部、破損してしまったと。そしてもはや高倉庫にビールはないという場合、この場合ですね。これ、もうビールがないというのを、こういう種類債権、特殊な種類債権思いますか、14ページの20行目になりますね、制限種類債権ってやつです。限定種類債権です。この場合には、倉庫の中にあるビールとかっていった形で、それ自体は種類債権なんだけれども、でも、倉庫の中でなくなってしまえば不能が観念できるというわけですね。でこれもうないわけです。したがってこれ不能なわけですね。だからこれ後発的不能ということになろうかと思います。でじゃあ奇跡銃あるのかどうかというと、今度は地震の影響でビール瓶が破損してしまったというわけですから、したがって債務者自身に奇跡性はない。なのでこれ損害賠償の請求の問題にはならないというように考えていただければいいんじゃないかなと思います。